それでは見ていきましょう。2014年1月23日、第10回目ですね。 ARB 首位大会デッドアライブ5アーケード、11本指名勝ち。本日優勝したのがブルマスターさんの瞳に対して、指名されたのが金堂さんのサラ。金堂さんは完全にスパホーデだと思ってたんですけど、3位入賞までデッドアライブやり込んできました。対して瞳さんは圧倒的攻めで優勝まで勝ち抜いていった。この瞳、おっとここでクリティカルバーストを打ち上げて、体力リードしているのはワンピゴブルーマスターさんの瞳。ここでクリティカルじゃないパワーラッシャー、名前が出てこない。打ち上げて、まず開幕で体力奪っていくのはブルーマスターさんの瞳。また様子見から差し合い、ここで送らせて投げ、画面端を背負っているのは金堂さんのサラ。どうする、これは残らない、吹き飛ばして第2ラウンド目取っていくのはワンピガーブルマスターさんの瞳。第3ラウンド、これ使っている、クリティカル、ここは投げて、そういえばこのゲーム珍しくしゃがみに対する投げがあるという、立ち上段投げと下段投げの2種類がある、かなり珍しいゲーム。2人5分どうする、ここでクリティカルしているが、サラが返して起き上がり、あとスカッてスカッてスカーブしてるスカーブしてる、投げを通していくのはブルーマスターさんの瞳。ワンピー側がブルーマスターさんの瞳に、ツーピー側が金藤さんのサラ。まず1本目取っていったのはブルーマスターさんの瞳。第1ラウンド、ここで攻めているのは金堂さんのサラ。叩きつけて大きくダメージを奪っていく、どうする、投げて、もう一回投げて、今度は投げ切り、今度は投げ、噛み合った。1ラウンド目取っていくのはブルーマスターさんの瞳。第2ラウンド、これは様子見からまず差し込んでいくのはブルーマスターさんの瞳。ここでホールドが遅れ、遅らせていった、体力奪い返して、立ち回り打ち上げて叩きつけていく、金堂さんの空が体力リード。今度は打ち上げているのは瞳さん、瞳さんじゃない、お取らせてきた、すげえ。1ラウンドを取り返していくのは金堂さんの空。第3ラウンド、ショータイムの看板に叩きつけていくのは金堂さんのサラ。ここでクリティカル、ホールドの上に勝ってる、なんでゴッツ奪って、もう一回打ち上げて、一旦お見合いから、ここでクリティカルバースト打ち上げて、デン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 、体力巻き返していく、ここでクリティカル、ホールドホールド、トゲダンホールド、噛み合わず、ガーッと全部噛み合わなかった、パワーランチャーから。3ラウンド目取っていくのはワンピガーブルマスターさんの瞳。21からの第4ラウンド、まず開幕コンボ決めていくのはワンピガーブルマスターさんの瞳。起き上がりは一旦バックステで距離を離して打ち上げて、そうする、叩きつけて起き上がり、打撃、今度は投げ、叩きつけて、まだ残っている、今度は打撃、取り返していくのは金堂さんのサラ。最初ラウンド、投げを通してつないでいくのはブルマスターさんの瞳。ドラも出てきて減りすぎ、あ、まだつながるんや、体力大きくリード、どうする、ホールドの投げがいろいろ噛み合わず、今度はハロウィンステージ、まず開幕打ち上げて大きなコンボを入れていくのは金堂さんのサラ。かぼちゃが転がっている、ここでカタクリカルバースト打ち上げて、
体力巻き返した。起き上がり、ゲットと、ここは返していく。ここで跳ね返りにコンボを入れて、ワンピがブルーマスターさんの瞳が1ラウンド目取っていく。ここで開幕打ち上げていく。キングオーサーの空ゲダン、ホールド、ダーボ、ホールドで返していくのはブルーマスターさんの空瞳打ち上げて、このコンボ大きなダメージ、早い殴り合い、あーとこれバースト通った。ここでパワーブローが入る。第2ラウンド取っていくのはワンピガーブルマスターその瞳。第3ラウンド打ち上げてグッドコンボ、おーっと吹っ飛んだ。追いかけて、なんて広いステージなんだ。ここでコンボを返していくのは金堂さんのサラ、体力リード、下段2発から、おっとこれは7ヒット、リカルスタン、これは残らない、起こして21からの第4ラウンド、今度は道路のステージ、落石注意、打ち上げて、まず開幕コンボを決めていくのはブルマスターさんの瞳。ここはホールドで返していく、体力リード入れ替えて、お読み合いからここホールド取ってるのブルマスターさんの瞳、打撃打撃残らない。それでは見ていきましょう、4本目、今度はリングのステージ、ロープまで叩きつけて、すごい爆発するんや、ここ電気が流れている、このロープ非常に危ない。ここで殴り合いからコンボを入れているのは、叩きつけるたびに電気が爆発する。ロードッツ使って読み合い、下段を通して1ラウンド目通っていくのはブルマスターさんの瞳。第2ラウンド開幕、クリティカルスタンから読み合いに投げていくのは金堂さんの空、叩きつけて、ここでクリティカルホールドで今度は打撃を返して、投げの勝負、勝ってるのは金堂さんの空、残らない。11からの第3ラウンド開幕打ち上げて、叩きつけて3分の1奪っていく、あホールド、下段から今度は下段通して、おフェイントからの投げ、ブルマスターさんの瞳が体力リードしてガードしきってから投げで返していく、これは残らない。21からの第4ラウンド投げている、爆発、すごい痛そう、体力リードは金堂さんの空、どうする、非常に狭いステージなので殴り合いになる、おおと、これは残るか、残っている、ゲダン、ラウンドを取り返して最終ラウンド、おと開幕、おお半分奪った、大きなコンボを入れていくのはブルマスターさんの瞳、投げてデンデンデン、体力残りわずか、どうする、ゲランからしゃがんでる、ごめんない、123ガード、と攻めている、打ち上げてワンチャン出てきた、おっと噛み合っている、いやマジか、取り返した。ここで金堂さんの空が昇格戦、3-1からの5本目、おっとここでブルーマスターさんの瞳がまたコスチュームを変えてくれました、動画的に本当にありがたい、いろいろ見たいですね。体力まずリードしているのはブルーマスターさんの瞳、ここで差し返し、ここで速
イスローカウンター。まず1ラウンド取っていくのはブルーマスターさんの瞳。第2ラウンド、ここは投げて起き上がり打撃から打ち上げて空中コンボを入れていく金堂さんの空。下段投げて叩きつけて体力巻き返す。下段ガード投げを通していく。一旦様子見から差し合い、ここで突っ込んできた下段。2ラウンド目取っていくのはワンピ側ブルーマスターさんの瞳。カイマック、コンボを当てているのはブルーマスターさん。大きなコンボ、体力半分待って、おー読み合い勝ってるな金藤さんの空。 OK、 これどうする、ここで打撃当てているが大きなコンボにはならず、投げて、ここは投げて、次はホールド取って体力5分来た。投げているのワンピガーブルマスターさんの瞳。またもや昇格チャンスの金藤さんの空。段位を上げたいところ、4-1からの6本目、体力リードしているのはブルマスターさんの瞳。と読み合いホールド読んで、ここはホールドで返していく。7ヒット体力大幅リード、ハイキックから投げて叩きつけて起き上がり、どうする、下段から打撃、ここはホールド取った。いや読み合いが本当に、1ラウンドまずブルマスターさんが取って、2ラウンド目開幕、ガンガン攻めていくのはブルーマスターさんの瞳。どっかのタイミングで差し返したい、ここを返して起き上がりと軸ブラシからダメージ奪っていったが、ここで金堂さんの攻めが始まる。打ち上げて叩きつけて起き上がり、打撃打撃投げて起き上がり、今度はどうする、ノーダッシュから投げ、1ラウンドを取り返していくのは金堂さんのサラー。第3ラウンド打ち上げて、まず開幕ダメージを取っていくのはブルマスターさんの下によろけているが、おっとホールドに噛み合ず打撃投げ、ホールドに投げ叩きつけて体力リードは金堂さんのサラー。ここはホールド取った、体力残りますか、どうする、打撃投げて打撃、今度は打撃、この近距離の読み合いがデッドアライブですね。2ラウンド取っていくのはブルマスターさんの瞳。第4ラウンド噛みまくり起き上がり、どうする、下段からここは軸をずらしてコンボを決めていくブルマスターさんの瞳。ここでクリティカル、体力巻き返して、ここでカウンターする、打撃はガード、こん投げているのはワンピ側ブルマスターさんが5本、金堂さんが1からの7本目、ブルマスターさん勝ち越しリーチ。まず投げていくのはブルマスターさんの瞳。体力半分になっている金堂さんの空、ここはホールドを取って起き上がり、どうする、しゃがんで、おっとホールド合戦、打撃、ここでクリティカルする、打ち上げて起き上がり、どうする、下段からもう一回打撃、投げを通していくブルマスターさんの瞳が1ラウンド目取って、第2ラウンド打撃を通していくのはスーピーガー金堂さんのサラー。画面端まで寄せて、ここで打撃から打ち上げて体力6割奪った、どうする、吹き飛ばして
キスタンからここはホールド取ってる。1ラウンド均等差のサラが取り返して第3ラウンド、あクリティカルバースト打ち上げて、うわめっちゃ減る、6割減って体力リードはワンピガーブルマスターさんの瞳、残りわずか、投げを通してここからの根性値が高い金藤さんのサラ、打ち上げて起き上がり下段からの打撃軸ずらしているが、ここ差し返していく、21からの第4ラウンド、ここはホールドを取って7ヒット叩きつけて投げを通していく、体力巻き返して打ち上げが通るが大きなダメージないけず蹴っているところに投げて体力ほぼ五分の状態、どうする、お互いどうする、ダッシュから投げてきた、こうやって打撃金堂さんの皿を取り返してファイナルラウンド、ここは取っているのは金堂さんの皿、投げているところに投げを取り返してクリティカルさん、ここはホールド、どうする、下段から軸ずらして打撃クリティカル投げ、勝ったのはワンピガーブルマスターさんの瞳。それでは見ていきましょう、61からの7本目、違う8本目、やはりソフトオンデマンドの力は強いのか、4連勝中のブルマスターさん、打ち上げてこれは痛い、めっちゃつながってる、21コンボ最後下段ね、まず第1ラウンドを取っていくのはブルマスターさんの瞳。おっとこのステージは11勝って初めてですね、ダークソウルのあの最初のステージの部屋みたいなステージですね、全然説明になってないですけど、ここで画面端でボコスカ殴っているのは金堂さんのサラ、体力大幅リード返していく、打球はガード、おっとお互い読み合い、下段通して起き上がりどうする、ここで返していく、あっと最後はホールド、取っていくのは金堂さんのサラ、第3ラウンド送らせてクリカル、あと繋がらない、一旦お互い下がって様子見から差し合い、ここでカウンターホールド取っていくのはワンピガーブルマスターさんの瞳、大きなダメージを奪って打ち上げてデンデンデン、壁をぶち壊して体力5分まで持っていった、ガードしてここで打てれた、叩きつけて残っている、打撃あと肘が当たって、第3ラウンド取っていくのは金堂さんのファラー、第4ラウンド目叩きつけて壁も吹っ飛ばす、今度はベッドが出てきた、体力リードはワンピガーブルーマスターさんの瞳、投げて叩きつけてもう一回投げて叩きつけてベッド崩壊、もう一回投げた、それでは参りましょう9本目、おっと今度はクマさんのスウェットみたいなやつにコスチュームを変更してきたワンピガーブルーマスターさんの瞳、その絶対領域が非常に可愛い、白いパンツをたまに見せてくれる、打ち上げて10コンボ決めていくのは金堂さんのサラ、画面端背負って体力残りわずか残っている、あとここでホールド取った、まず第1ラウンド目取っていくのは金堂さんのサラ、開幕投げてカウンタークリティカル、あと返していった、
おっと、ここで聖剣続きが通って、オーケーガリッホールド噛み合わせ打ち上げて、これは落ちない。これは死んでます。あ、返してる。第2ラウンド目取っていたのは金堂さんのサラ。第3ラウンドクリティカル、まず体力奪っていく。これカウンターホールドから体力半分奪っていくのはブルマスターさんの仕込み。おっと、今お尻のクマさん柄が見えたような。喧嘩か。体力リード、ワンピガーブルマスターさんの瞳。起き上がりどうする、返していって、バーッ、そしたパワーブローまでキャッチ、スロー。勝ったのは金堂さんのサラ。それでは参りましょう。ブルーマスターさんが6、金堂さんが3からの10本目。今度はサンタコスのコスチュームに変更してきたワンピガーブルーマスターさんの瞳。返り咲きダメージを奪っているのは金堂さんのサラ。叩きつけて、これは残らない。まず第1ラウンド取っていく。第2ラウンド目制限付きから追いかけてカウンター返していく。ゲーターを通して、ここはカウンターホールド。ホールド投げていった、投げていった。今度は打撃通していった。1ラウンド取り返していくのはワンピガーブルマスターさんの瞳。第3ラウンドパンツ丸見え、ここでクリティカル。キューホールドに投げ吹っ飛ばして打撃を通した。打ち上げて叩きつけて、体力リードは金堂さんの空。打ち上げから、うおー、手すりが歪む。下段下段打撃ガード、クリティカル、打ち上げて残っている。あー、残りわずか。あ、ちょっと残ってる。いや、最後決めた。2ラウンド、第3ラウンド目取っていくのは金堂さんの空。第4ラウンド目ガード仕切って、お互いホールドから読み合い、叩きつけから開幕コンボを決めていく。ブルーマスターさんの瞳、もう一回打ち上げて、うわ、超えた。落っこちて壁コン、これは残らない。 2-2 からの第5ラウンド、クリティカル、打ち上げて10ヒット、体力4割奪って、クリティカル、打ち上げた、叩きつけ、ここで通していくのは銀堂さんのサラ。体力巻き返している。あーっと、違えてる、残らない。6-3からの、6-4からの11本目。金堂さんは段を2級まで上げてきた。対する人、ブルマスターさんの瞳はコスチュームがまた変わっている。ショートパンツ&ソックスにリックを背負ってノリノリ、もう一気に取った。第1ラウンドを取っていくのはブルマスターさんの瞳。クリティカルバースト打ち上げて1-2-3-4-5、叩きつけて体力半分奪った。おじくずらしから打ち上げてる、これはノリノリ。起き上がりどうする、打撃からの投げ、この勢い2ラウンド一気に取って、第3ラウンド金堂さんはどっかで止めたい。カウンターホールド、起き上がりどうする、下段から打撃打ち上げて縦に叩きつける。クリティカル、体力ほぼ5分、画面端背負ってどうする。ここで大きなコンボを決めていくブルマスターさんの瞳。打撃打撃ガーッと通った。いい終わり方、パワーブローで勝ったのはワンピガーブルマスターさんの瞳が7本、金堂さんが4本となりました。11本勝ち、お疲れ様です。